山田大輔と海坊主の北海道ボカホンの旅でございます。この度3月11日に起きました東北関東大震災で被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。ぜひ皆様にですね、この北海道から元気をお届けできればと思っていますので、今日はボカホンの旅の曲、そして、今日はですね NPO 法人タックの会さんにお邪魔をいたしておりまして、そこから中継でお送りをしています。皆さんの元気な声を、まずは、皆様にお届けできればと思っていますので、早速では聞いてみましょうかね。皆さん元気な声を被災地の皆さんに届けましょう。こんにちは。こんにちは。ありがとうございますね。この声がきっと、皆様にも届いたんじゃないかなと思います。今日歌います、ボカホンの旅曲はあたりこうすけさんの一曲です。花。もしもあなたが雨に濡れ、言い訳さえもできないほどに、何かに深く傷ついたなら、せめて私は手を結び、風にほころぶ花になりたい。もしもあなたの夢破れ、行き先のない日々は暮れゆき、信じることさえできなくなれば、せめて私が声にして明日に歌う歌を歌おう。花のように花のように、ただそこに咲くだけで美しくあれ。人はみんな、人はみんな、大地を強く踏みしめて、それぞれの花、心に宿す。山田大輔と海坊主のボカホンの旅、今日は NPO 法人タックの会さんにお邪魔しました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。被災地の皆さん頑張ってください。